回1週間ぐらい前から準備してるんだ。浅いところと申しと普段撮ったらされた変なそうですよ。やばすごいなんかこっち帰る、こっち渡り寄ったからこっち行こうってなったからいいっすか。マジで柔らかい。大丈夫なんだ。めっちゃすごい。ささしささへい、どうもこんにちは、よしおです。今回はですね、久米島に遠征に行っていきたいと思います。というのも、久米島漁協の久米町さんから連絡がありまして、海中漁協主催のお祭りがあるらしくて、まあ、それのお手伝いという感じで、ちょっと参加させていただくことになりました。で、内容としては追い込み漁やったりとかしてね、魚結構みんなでこうバッと集めて、土曜日のイベントにそれで準備していくというところです。で、魚を取ってくるところからイベントを開催して、で、無事に成功するところまでカメラにバッチリ収めていきたいなと思います。ということで、久米島行っていきたいと思います。はい、久米島到着しました。そしていつもお世話になってるケンちゃんとタケルさん、今回も久米島よろしくお願いします。今回はちょっと久米島漁協満載これっていう、まあ、海中主催の祭りですよね。ちょっと邪魔にならないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日吉田、今久米島入ってきたんですけど、お先に漁師さんたちは追い込み漁ですね。今日1回目ですか、行ったのは。今日追い込みは1回目です。今日1回目の追い込み漁で、ある程度6、70キロぐらいですね、もう取ってきたらしいです。だいぶ十分じゃないですか、これだけで。もうちょっと欲しいですね。もうちょっと欲しい。すごい。しかもこれ生かしたまま取ってるっていうことなんで、あの、聞くところによって手づかみ、魚の手づかみっていう、その、まあ、催しあるらしくて、まあ、そういうのもちょっと見たことないので、めっちゃ楽しみですね。はい、こちらが今回お世話になる宿ですね。民宿黒潮ですね。よっしゃ、お世話になります。チェックインして、ちょっとじゃああれしますかね。久米島は人口何人ぐらいいましたっけ。今は7000ちょっとですね。あ、7000人ぐらいいるんだ。島の大きさでいうと沖縄で5番目ぐらいですか。そうですね、ちょっと5番目じゃないですか、ね、ちょうど5番目ですか。人口自体増えてるんですか。うん、減ってます。あ、減ってるんですか。やっぱり毎年100人ぐらい。ああ、じわじわ、やっぱり若い人たちがやっていく感じですか。そうですね、うん、中学卒業して、うん、高校進学とかが多いですね、うん、離島あるあるかもしれないですね。島の人はやっぱり結構久米島の久米線飲むんですか。自分なんか飲みますよ。うん、俺も結構本島では久米線ですね。菊の露の VIP がなかったら久米線行きます。じゃあ今日 VIP 飲みますか。お大丈夫。ちょっと今早速島に着いたばっかりなんですけど、漁協の方々が飲み会してるってことで急遽お邪魔したいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。おお、酒飲んじゃん。シチューは入らないんだって。追い込みで かまさえてわかるよ。みんな向かってくるよ。カマさん向かってくるよ。もう上着出て
あー、ダメだと思ったらボンって消えてたの、ほとんどあれは衝撃だった。今日何名で行ったんですか？今日は60名。潜れたタンクでとってタンクとアンカで下もそんな感じになる、うん、年に何回くらいやるんですか、そういう追い込み。本当こういうイベント行事とか注文入った時、ああ、シマノグル君使ったかまぼこ、はいはい、からたくさんおしゃる、うん、時にグル君の追い込み。でも今だいたいその追い込み行く時はもう青年部がもうだいたい行くんですか。もうこれする出てもこれそう、うん、しかましたら、うん、で反対一気に上がるから、うん、この時にスピード一気に上げるから、うん、まだいくら遊んでる時はオールさん、うん、オールで追うから、うん、誰かが怖いんだと慌てるから、ね、あ危ないと思ったら逆にまだ早いと思ったら、うん、少し逃がしてもいいからちょっとあ興奮したのは、うん、抑えないといけないでみんなが大体もう泡が見えてきて、うん、溜まってきたなと思った時にもう一気に追い込む、追い込み量っていうのがバシャバシャやってるイメージがあるけど、あれ最初は違うんですね。ゆっくりゆっくりゆっくり網の手前まで前、はい、もう本当にもうゆっくり魚を触れさせないように、はいはい、誘導すれば魚はあんまり怒らさんかったらゆっくりゆっくり進んでいく、はいはい、で一気に袋が入っていくから。なるほど。それを間違えた時にはもうアウト。やっぱ魚網見えてるから、うん、ここに網あるな、でも人間ここにいるなってさまよってるから、うん、優しいか網の方に誘導しないと、うん、なるほどですね。戦闘がいなくあの逃げたらついていくのもあれやっぱあるあるなんですかね。そう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 、だから戦闘沈めるような感じでしょ。もう一気にバーッと走り始めたら途中から止めても、うん、上から行ったら下から行ったりもうもうお手上げ、もうお手上げ。戦闘大事なんですね。那覇の暴走族みたいですね。そうゴーパチャワン次暴走族切りに行きます網で。警察より上手いんじゃないですか多分こんなガソリン高いときに確かにそうっすよね。死に変なところに、うん、この汚い、なんていうか人が潜らなそうなところに、ね、穴の中、人が見ないところだな、うん、雨から見えてるよ。わったまに見えてるよ。よく予約するけど。たぶらやな。ライト照らされた変なする人。追い込みの話ですよね。追い込みで、うん、じゃあ今日5人いるから、ゴル君追い込んでみるかみたいな。で追い込んで、タケルが80個か、うん。浅いところ。三日月が一番深いところ。うん、これ兄弟がポンポンついて、で自分が。こっち一番深いところ、うん、でじゃあゆっくり追い込もうなって、自分の合図シャラシャラ合図があるんですね。あの鎖がついてますよ、はいはい、このカニアボーテっていうもの、はい、ひらひらと追い込むボール、これ鉄の鎖みたいな、鎖が合図出してじゃあゆっくり泳ごうなって、うん、泳いでいったらこちら全然来ないですよ、うん、でもすぐ避けるとあって端っこなのに、うんうん、とカズキにいて、でも魚はいるから、うん、とりあえずもう、うん、じゃあもう3名でもじゃあ追い込もう、うん、ほんで全部片付けて、うん、後から来るだろうな、うん、感覚で全部の網も全部片付けてね、うん、3名で片付けて上に上げて、うん、待っとけこいつらまだ来いって書いてある、うん、多分この辺でまだ待ってないから、うん、探しに行ったら全然いなかった、うん、やばくないですか。怖っ。そしたらめっちゃ遠くから2人こうやって頭に、うん、何したか違うところに魚を追い込んでたっていう。自分も追い込んだ。自分も、うん、精神的に。エア切れそうでみたいな、うん、合図出したけど、うん、聞こえなかった、うん、で俺を探しに深いところに泳いで行った、うん、そしたら弟はこの兄貴をついていって、なるそういう指示出たのかなみたいな、追いかけて追いかけて行ったら深いところに、で一人この兄貴はエアが切れそうなって、うん、弟に、うん、弟はたまたまついていって、うん、で弟と二人でバディしながらすごい22のところでやったのに、うん、40たら上がったこれだから経験値だよ、経験値、うん、だどこに行けば浅瀬がある、うん、どこに行けばアウトっていうのをガランと一番、うん、この時はもう人数少なすぎて、うん、こんだけ離れないとできんなぐらい、うん、これぐらいできるだろうなと呼んだらできなかった、うん、難しいそれをしかも水中でやってるっていうね。そう、水中のコミュニケーション大事だから、すごいよマジで。クルビラの追い込みの時、うん、これ岩っすか、これ。そうそうそう、これ岩で、で自分が一番上だったんですよ、うん、で
このこういう風に追いかけて、はい、追い込んでると、はい、波が合わさって、ちょうどこのクルビラが網の手前に来たところで、この波に蹴られて来たなってタイミング、こいつが上から落ちてきて外からの波で、ストーンって上からその腕で引いて上から待って、この上に上がってくるのを抑えるやつだったんです、はい、それなのに波に飲まれて全部嫌だなよし、袋の前まで来ました、うん、まさかの人間がこっちに入るなって言ったら魚が逃げるから面白い、これが面白い、うん、本当に袋網を最初に設置する、最初袋網って言って、この魚が一番最後に入る網、一番最後に入る網があって、網があってこうやって、うん、北網あって、北網ってこの、うん、ただの網、うん、逃げないように、逃げないように誘導する網ですね、こうやってこんな感じで網をセットするんですよ、うん、この網はこんなして入れるよって、うん、これがこんな角度なの、こんな角度とかもあるんですよ、うん、だから狭い時とかこれが分からない、もう張ってる人はこうやって張ってるの分かるんで、うん、最初にここだけ見てればどの角度か分かるんで、マジで勉強になる、マジで、マジですごいっすね、結局こんなって文句言おうが何しようが、うん、魚が入れば正解、うんうん、それをだからゼロで帰ったら、うん、結局海中じゃないから、うん、でもその目に見えない苦労があって皆さん食卓に並んでます、うん、で今回のもうイベント日って決まってるから、その日に照準合わせて、もう1週間前ぐらいから天候見ながらどうやっていこう、こうやっていこうっていう、しかもねこの天候がね超意地悪、今しかも変わりやすい、もうこんなにいつも吹き荒れるし、うん、もう限られてるポイントでどんなやって撮るかって、うん、なかなか難しいけどね、そうなんですよね、でも絶対食卓に上がる魚と思ってはいるから、 やっぱ魚食を普及したいから、うん、こんな魚がこんだけ美味しいんだよ、オフィス先村です、あら素敵、オフィス先村、オフィス先村です、オフィス先村、あそう先村です、なオフィス、オフィス、あオフィスです、あそうなんとケンちゃんの同級生、あいや先輩先輩2つ上、えケンちゃん年上、上手、そうそう、あ、妹と弟と同級生、ネイミー、ネイミー見てる、あったかーけい見てる、先輩、先輩っすよ、マジ、こいつらこいつら先輩っすよ、こいつら先輩だけどお前ら俺たち先輩だけどちなみにその YouTube 上に上がってるやつを使っても、あ、おじゃん、これなんかね、著作権とかないもん、ないない、フリー素材、フリー素材、あ、ちょっとなんか、ちょっとなんか、あ、フリー、私もう一回やりたい、そうだからもう一回、明日、でも久米島アピールしよう、マジっすか、久米島の人みんな優しいの、あと3パーしかないです、3パーしかない多分水と土と農作物が豊富なのでみんな優しいと思います、水産物はお前、水産物もですなんとこのお店すごいんですよ、やちむんで、みんな水産ついてるから全部、あ、そうそう、これもこのグラス、軽石のグラスらしいです、やば、再利用の通りで軽いと思った。すごい。すごい。ちょっと一言な感じだったけどね。色が。そのサムネ映えするんですよ。美人な女性が映る。サムネ映え。はい、優勝です。今。はい、優勝です。今旅館に帰ってきました。民宿にですね帰ってきました。明日ですね、いよいよ追い込み量、もうすでに追い込み量入って数十キロ取ってはいるんですけど、明日また朝一追い込み量行って、久米島のそのイベントに向けてですねやるということを準備する、はい、おはようございます、今日もよろしくお願いします、早速タンク乗せてますね。そしたらこのタンクを使ったその追い込みっていうのは初めてなんですけど、今回半分以上タンクですかね、半分以上がタンクで、で上に何人かいて素潜りで、素潜りメンバーに吉田はちょっと加わりたいと思います、道具乗せた方がいいですかね、自分の道具も今持ってきていいですか、 OK です OK です、持ってきますね、
これがあれですか、追い込む棒ですか。へえー、すごい、使ったことないこんなの。あ、昨日言ってたやつだ、カランカラ鳴るってやつ。これを鳴らせば合図。なるほどな、すごい。これが追い込みの、追い込みで使う網ですね。多分横切る網ですかね、これは。あれが膨らみ、膨らみですね、これが膨らみで。最終的にこの網に魚が入る。で、こう袋紙があって、その横切る網が多分これですかね。もうやりながらしか分からないから、なるべく頑張って取れるようにします。今回はイカするんですか、魚は。今回はイカして、うん、どっか入れるんですか。ああ、イケスに入れるんですね。今日の海峡どんな感じですか。ちょっと風がある感じですか。風がちょっとあります、ね、うん、北東なんですかね。北東吹いてますね、風がちょっと。で、今日もなるべく活かして撮るっていうやり方ですね。臨場感ある映像が撮れたらいいな。はい、ヒロカズが30メーターからくるビラ出してくるから。30メーターから前と後ろに。あれだよ、電気を犬の金返すのよ。やっぱ昔の人書いてた。昔書いてた。おかおりしてた。アギア、アギア。今日タオス様行くんですか。別の作業。つまみお願いします。5日間よろしくお願いします。本当にも、もよかったです、お声かけていただいて。5個目初めて。初めてですね。このタンク使うやつ初めてです。あ、そうなんです。芝でも何回かやったことあるんですけど、その本当に見るだけの あのあれだったんで、いろいろあのバッチリ収められるように頑張ります。後で映像見せて。そうです、頑張ります。あ、大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。よいしょ。これに入れるんですか、行きたいやつ。行きたいやつ、これに。でかいな。1,2,3,4,5,6,7 8名、9名か。9名乗ってるけど、実質まあ8名いたら持つね。俺は使い物にならないはずだから。よっしゃー、出発。取れるかな。観光客にはいい天気ですね。今現場に到着しました。ちょっと今回はいつもと違う現場でやるそうです。あっちにリーフがあるんですけど、このリーフ沿いに魚がいて、まあ、こっちかこっちに袋網設置して、リーフ沿いに魚を追い込んで取るっていう作戦ですね。本当はいつも違うところで潜るんですよね。もっと水深あるところで、はい、今回はちょっとお試しで。風も強いんで、はい、潮引くまでは。あ、なるほどですね。まずはここでやってみるってことですね。すごいですね、初めての現場に立ち会うことができて。狙いはイラクタツ、ミミジャ、ダルマ、ダルマ、ダルマと赤ムルダの、あ、はいはい、イメージ、はい、おじさんとか、おじさんとか、あの辺タマン入るから。タマン、タマンも一応お彼は頭いいから入らんですから。タマンもね、楽しみっすね。みんなあるっすか、素潜り。うん、タンク、タンクで、タンク追い込むときはタンクで、まあ、魚確認する。はい、ちょっと確認が入るそうです。やばっ。